ハルカットです。皆さんポケモンは好きですか？今年はポケモン25周年の年ですね。それ今回ポケモン25周年を記念したポケモン人気投票の中間結果がヤバいことになっている件について話していきたいと思います。では関係ないけど、最近ヤバいことといえば、先日行きつけの駄菓子屋さんに行ったんですけど、そこの女将の方と YouTube の話で盛り上がって30分ぐらいだべったんですけど、その女将さんが、いや私も最近娘に勧められて YouTube めちゃくちゃ見てんのよねと言われて、僕がへーと思ったら、特に考察系をよく見てるのよねって言われて、その時の僕はまさか。その後に、特にジャンプ系とかポケモンの動画よく見るな。え、これ俺絶対見てるやつやん。そこで僕は小さい声でこう聞きました。 YouTuber で誰が一番好きなんですか？そしておかみさんはこう答えた。一番好きな YouTuber か、ヒカキンかな。さっきの話の下りからのブンブン、あの YouTube。 どうやけなかったら最後まで聞いててください。ポケモン25周年を記念したポケモン人気投票がヤバいことになっている。ポケモンは1996年2月27日にポケモンの最初のソフトポケットモンスター赤緑が発売され、今年25周年目となる記念日を迎えるんですが、その記念として現在期間限定でポケモン人気投票が行われています。投票方法はツイート投票で、ハッシュタグ〇〇に決めたの〇〇の中にお気に入りのポケモンの名前を入れてツイッターでツイートすると投票できるというもので、後日結果が公開されるそうです。今公式サイトで中間投票数とランキングが順次更新されているんですが、現在2月20日時点でのランキングのポケモンがちょっとすごいことになっているんです。まだ22日まで投票やっているので順位が変わることがあると思うんですが、今のトップ3はなんと1位デデンデ、2位マッシュブーム、3位コイルとなっています。いやこれどうなんでしょうね。単純にデデンネやマッシュブーンを好きな方ももちろんいると思うんですけど、ここまで行くかなとは思うんですよね。3位のコイルに関してはもうネタじゃん。過去に起きた第1次コイルショックを思い出しますよね。第1次コイルショックとは、前動画でも上げてるんですが、2008年のポケモン人気投票でコイルを1位にしようとした騒動です。シェイミーの映画に登場するポケモンの人気投票が行われ、その人気投票ではこの9体から1体を選び投票し、上位3体の壁紙が配られるというものだったんですが、ピカチュウやポッチャマ、シェイミーなどの可愛いポケモンがいるので、そのポケモンたちが上位を占めるかと思いきや、まさかのコイルが中間発表で1位を踊り出ました。なぜコイルが1位になったかというと、ネット上でコイルを1位にしようというスレッドが立てられ、面白がった人たちの大量の組織票や多重票が投票されたからです。ポケモンのリスナーの団結力強すぎでしょ。まあいろいろあって最終結果ではシェイミーが1位、コイルが2位、ギラティナが3位という結果になり、このような壁紙が配布されたという騒動ですね。で今回のツイート人気投票ですが、1アカウントで複数回投票も有効ということなので、1人がハッシュタグをつけて何回も投票できてしまい、ちょっとこの人気投票正確性に欠けるかなと思いました。去年1位の結果がもうまさかの14位だしね。まあこれはこれで面白いランキングだと思いますけど、もし1位のポケモンを相談のシールで配布しますとかだったら、せめてデデンネじゃなくてレアポケモンがいいなと思いました。いやこういうポケモンの動画を上げてて、第一次コイルショックみたいなすごい面白い人気投票に出会えて、個人的にはめちゃくちゃ嬉しいなと思います。最終結果が楽しみですね。とまあこんな感じでポケモン25周年を記念したポケモン人気投票の中間結果がヤバいことになっている件についてでした。ちょっとでもこの動画ちょっとだったらチャンネル登録やそして高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画へ、せーの、グッディー。